ね。違う、その穴じゃないさん、ありがとうございます。戦国の準優勝記録やってる呂布さんも辛くならないですか？つれえよ。正直未明戦の延長前であそこまで手が上がらないのは見る側からすると正直辛いです。まあね、まるで M1 の和牛のようです。来年は無双するカルマッチを期待しています。今年もありがとうございました。まあね、まあでもね、辛くはない、辛くはないかな。もうはいはいっていう感じだね。ですよね、ですよねっていう感じですね、本当に、うん、まあまあ、それもちろん優勝したいけど、まあ優勝したいけど、どっちでもいいとまで言うとさすがにカッコつけすぎですけど、まあ今日の未明とかね、そういう若い、あいつもそんなにも若くもないけど、そういう初優勝じゃないですけど、なんかそれによって未明に一個バリューが乗るわけでしょう。そういう相手に負けるのはまあもうしょうがないかな、しょうがないっていうか、うん、例えばムートンとかさ今日もしムートンと決勝に当たってたら、ムートンが優勝したら3連覇とかだったんよ。それはあんま意味ないから、それだったら俺は何としてでも勝ちたいって感じだけど、あともう、誰だろうな、例えばシンペータとかでもそうだ、同い年のやつとかね、だったらもう今更って感じですけど、その若い子とかこれからみたいな子に当たって、まあ、それでもその場でわざと負けてやろうみたいな気持ちはないよ、もちろん全然本気でやるんだけど、そこで負けるのはね、まあしょうがないじゃないな、なんて言えばいいんだろう、まあまあでも本当、ああ負けたかぐらいの感じで、そんなねどうってことないです。決勝のもう少なくと もう戦国だけに限らんけど、決勝で負けるのももうねお約束すぎて、であとその賞金がどうしても必要なような生活でもないし、もう今俺はなんか別に、ああそうですかって感じですよね。全然引きずってないです。